おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回は一つ目のハンドガン、ストレイフをね、紹介していきたいと思います。こちらですね。セミオと最小の反動とバランスの良いダメージですね。ベータ版の頃と説明変わっておりますね。標準的なサイドアームっていう感じだったんですけど、見た目は変わっておらず、で、マガジンが12発となっておりますね。これは変わらない。では、撃つとこんな感じですね。はい、なんかね、ベータと比べると連射制限がほとんどもついてない感じがするんですよね。ベータの時はちょっとハンドじゃない、連射制限あって、若干間隔が空けないと連射できなかったんですけど、まあね、こっちでは、この製品版はかなり連射力は高いですね。で、この覗いた状態もですね、あれは徐々に上に上がっていってたのですが、ベータの時ですね。この製品版になると、そんな無反動ではないけど、まあほぼそんなに反動はないといった感じになっておりますね。そのなんか右スティックを下に下げながらとかそういうのはあまりないですね。基本4発キルで至近距離からここまでの距離が4発で倒せる距離です。ここまでの距離が5発で倒せる距離です。これ以降は6発必要になってきます。ロングバレルをつけると少し離れても5発で倒すことが可能です。ですがここからさらに後ろに下がると6発必要になります。ではリロード速度を見ていきましょう。弾が残っている状態はこのぐらいの速さですね。とても速い。リロキャンのタイミングはマガジン抜いて入れた瞬間ですね。打ち切った後はスライドを戻しますね。この部分はカットできますのでタイミングは先ほどと同じです。ではサイトを見ていきましょう。こんな感じですね。赤いナイトサイトがありましてね、とても狙いやすいですね。ちなみにクイックドローをつけるとこんな感じでね、サイトが若干変わるんですね。色もね、緑になって、でこうキュッと凝縮されているような感じのサイトなんですね。このまま非常に見やすいんじゃないかなと思います。サイトはですね、こちらのリフレックスサイトのみあります。まあ、覗くとね、ちょっと倍率が変わるんですが、これはまあ見やすいんじゃないかなとも思いますね、これも。標準的でとても扱いやすいサイドアームとなっております。それでは実際に使っていきましょう。はい、今回はエイジャックス英語かな。で、そうなんですね、これファイティングフォーズしてるんですけど、これワイルドカードがね、新しく追加されて、あれなんですね、サイドアームをメインウェポンにできるっていうね、新しいワイルドカードが来てるんですけどね、それ50レベル解放できるんですけど、まあ装備できないのでね、サブウェポンにハンドガンだけね装備して、でアタッチメント出たやつガチガチつけてきておりますね。サプレッサーとかねつけてたんだけど、やっぱ射程がちょっと減るから、マズルフラッシュがなくなるのは魅力的だけど、でもそんな関係ないかなと思いね、やっていきます。でここスラムですよ。スラム BO2 の頃にあった人気マップなのか、だからリメイクされてるんだろうけど、そんな人気だったのかな、あんまり好きじゃなかったんだけどな。仕留めた。おいっといただいたね。ちょっとね、弾が少なめなので、ワンマガジン1人倒せりゃ上出来かなってぐらい。で、うまくいけばダブルキルできるかなって感じなので、ここら辺いいんですよ。リスポーンすぐだからね。右側で、あの噴水側でね、リスポーンしてきた人やって、こっち側の人やったりできるんやけども、いない。あ、そっか、ちょっと車に隠れてる。あー、取れた。もう一人いる。ちょっとこんなところで戦うのはどうかと思うぞ俺。OK、 倒した。待ってね、ナイン番まだだね。これ左か、気づく人は気づくんだよなこの場所。危ない。あと一発が危なかった。待ってね。リロードはできてない。リロードできて、いや、リロードがね、できてないんです。待ってね。待ってね、待ってね。もうさ、もう俺スカベンジャー持ってきてんだから、敵近くで倒したら弾回収しろよな、アホ。オッケー、倒したぞ。やっぱ、どうだろう。ちょっとね、連射頑張ろうとしすぎて、無理。あれは部が悪い。
エイミングがおろそかになるっていうね、一番いけんことになってると思うから、じゃあそこら辺はね頑張っていきたい。そもそもポテンシャル高いから。ちょっと待って、どこまで行くんですか。オッケー、もう一人いる。来ないか。俺から行くぞ。ナインバンを投げる。よし、当たった当たった。え、どこ、そっち。びっくりした。タックデプロイ、あ、ちょっと待って、近くにリスポンスするんじゃないか。じゃあ、あ、いて、うわ取られたな。うわ、ちょっと待って、だから弾がないっつの。ちょっと 俺スカベンジャーつけてきて、なんか敵のためにスカベンジャー持ってきてるようなもんじゃないか。おお、なになになに、おお、焦る焦る。倒せなかったね、びっくりした。戦ってます。オッケー、6発大切に使ってこう。で、弾回収しないとよ。あ、ダメ、弾回収しに行ったら死ぬ。うん、やるな。なんかすげえフックショットをね、うまく使ってくるね。使い方がうまいな。倒します。脅威を処理した。ちょっと貸して、遠距離用武器欲しいね。あの車爆発しないようになってんのかな。やばい、後ろ買ってる。すげえ撃たれてるけど、バリスティックシールドいったぞ。おっと、後ろか、中それ。おっ、よし、これで弾を無駄撃ちせずに済む。後ろか分かんないな。おっとおっと、いただき。ちょっと待ってね、ちょっと立ち直りが遅いんだよ。噴水で戦っています。俺にあったが100年目。 OKUAV 出して、中にいるんだよな。あっと、終わっちゃった。すごいバットのタイミング。どう来るかな、あの人。普通に来てくれりゃいいけど。あ、来て、いや、後ろに下がってってるね。こっち向いてたな、怖かった。回復して、ここは待っとこうか。左から来た、違う、右から来た、終わりやけど。いたな、洗濯機が来るぞ。仕留めた。オーケー、ライトニングいったぞ。ここにキャバ系出してと。タカム、ライトニングストライクをここで出す。ここね、バレにくいからおすすめよ。エイジャックスはライトニングストライクで当たりはいいけどね。一人でも頼むよ。オッケー、メッシュマインも破壊した。しくじった、一人しくじってるね。向こうで戦ってますな。これヘルスト、おっと、右にもいる。すげえ撃ってる。ルイン、キル。なんかスナイパーはいないか、気のせい。右確認していなかったらヘルスト行こうか。よし、ヘルスト行きます。タコム、上空にヘルストをよこせ。ここか、よし、倒したと。で、おそらく右側からリスポンでくるんじゃないか。いいね、あの距離でも強いんだよな、この武器。しかも痛い痛い、ロングバレルついてるからね、今さらに強いですよ。そこどう来るかな。オッケー、ドフ乗り。びっくりした、何何何何何、うーん、ちょっと弾も足りなかったからな。あー、今のいい感じで倒せれたら UAV 呼べたな。オッケー、ダブルキル。そしてそこリスポン来るんじゃないかな、多分。とりあえず投げておこう。ラインバイ行くぞ。あ、やっぱ後ろか。ここにいてもすぐ右隣でリスポーンすることがあるからね、安心できないんだな、あそこ。そこだよね、多分。いるね、いるね。降りてくるか、来なかったな。FMJつけてるからね、アーマーとか貫通できますからね、今回。一人。貫通できないか。ちょ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 いや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 、近接当てようよ、今の。吸い付かなかったね。こまめなリロード。オッケー。やつは終わりだ。バリスティック行こう。押し込むぞ、続け。ただね、あー、ちょっと待って、それ無理かな。いい位置取りしてると思うよ、それ。どこ行った。あ、見失ったな。え、どこ行ったんだ。
倒せるか。オッケー。そっちは倒したんだね。あっ、ギャッ、ちょっと待って。あ、何？あー、マジか、いただけなかった。慎重に、遠距離でも倒せる武器だから慎重に狙っていこう。オッケー、超ロングショットいったぞ。はい、ということで今回はストレイフですね。結構エイムじゃない、まあ今はガバガバだけどアタッチメントガチガチでいきましたね。はい、ということでベストプレイはね、別プレイ取れなかったけど一応やっていたのでね、そちらを流したいと思います。その時はサプレッサーつけてたかな、やっていったんですがね、うん、強いということは証明できたかな。まあ、立ち回りも頑張ればね、とても強いですし、うん、ポテンシャルは高いですよ、ほんとこの銃。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回はハンドガン、ストレイフ紹介していきました。また次回別の銃を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモー。